ダラヤス、ダラヤスは1986年に台東が発売したアーケードゲームで横スクロールのシューティングゲーム19インチもしくは15インチのモニターを横に3つ連結して表示する専用筐体を採いボディソニックを内蔵したベンチシートボリューム調整可能なヘッドホン端子を装備している各ステージの最後には水生生物をモチーフとしたボス 巨大戦艦が待ち構えており、ボスを倒すと1ステージクリア。やがて現れる上下への分岐路で、次ステージを選択する。全26ステージのうち7ゾーンをクリアすると、エンディングとなる、を使用。3画面連結されており、1文字88ピクセルに、加え、1文字1616 16ピクセルにもアレンジ、されている。また、電源を入れて起動した時の英文による、 著作権保護対策のノーチス画面も1文字66ピクセル仕様になっている。複数画面を用いたアーケードゲームは1983年10月発売のタツミ電子工業 TX-1 が初めてであり、翌年にはいくつかのメーカーがこぞって複数画面ゲームを発表している。対等も1985年に Y 番界 -0 で、 ハーフミラーを使った2画面合成表示筐体を開発している。またハーフミラー自体はスペースインベーダー、アップライトバージョンやそれ以前の体からすでに使われている技術で、当時はゲーム画面と背景、筐体奥に描かれていたを合成するために使われていた。奈良安にもこの技術が応用され、筐体内部上下に設置されたモニターの画像をハーフミラーに反射させ、 ゲーム映像の部分が隙間なく隣の画面とつながっている。このことについて、当時、ダライアス三画面筐体の全体的なマネジメントを担当した三部工事、現代統議市長は、単に画面が三つ並んでいるだけでは、何の驚きもないので隙間なく画面をつなぐことが、市場命題だったと語っている。筐体は19インチモニターを使用した大型版と15インチモニターを、 使用して、小スペース化した小型版の2種類が存在。15インチ版は、後期生産型であり、中のゲームのバージョンも変更が加えられている、工日、なお、2010年12月17日稼働した、ダライアスバーストアナザークロニクルでも、ハーフミラーによる、重央比16、9の、ワイドモニターに画面合成が採用されている。 ダライアスシリーズ全体のストーリーボードでの時、系列的な位置づけとしては、G ・ダライアスとダライアスガイデンの間、ダライアス歴201年の出来事となっている。8方向レバー2ボタンで次期シルバーホークを操作する。ボタンは対空攻撃と対地攻撃。ただし、名称は便宜的なもので、どちらも空中物、地上物の両方を攻撃可能。 対空攻撃は前方を、対地攻撃は放物線を描いて斜め前方を攻撃する。パワーアップによって攻撃幅、性能、方向が増える。内容はオーソドックスな横スクロールのシューティングゲームだが、3画面という広大なフィールドのために遠隔攻撃による見越し射撃が重要となる。3種類に色分けされたパワーカプセル、角熟点を集めると、 各種装備がパワーアップする。パワーカプセルと同じ色をした特定の敵、変態の最後尾であることが多いを倒すことで出現する。それぞれの段階はさらにレベル07までに細分化されており、7段階の時にさらにカプセルを取得するとレベルがアップする。各段階でも徐々に連射数や弾速が増加、対空攻撃したり、攻撃判定が拡大、対空、 対地攻撃したりする。ただし、ミスにより、時期がやられると細分化されているレベル1から7のカプセル取得は失われ、それぞれの段階の初期値から再び、パワーカプセルを収納さなければならない。従って場所によっては一度でもミスをすると、クリアが著しく困難になる。パワーカプセル及びスペシャルカプセルは、ステージのイメージによって、動きが異なる。 洞窟及び都市部では宙を漂っており、海中ステージでは、画面内を下に向かって、ゆっくり沈んでいき、地面や障害物にぶつかって、バウンドを繰り返すが、山岳地帯、地表、バンアレンベルト、宇宙空間では浮上していって、画面上部に消失するため、時期から遠く離れた場所でアイテムを持つ、敵破壊すると回収が難しくなる。また、カプセルを出す敵が、 障害物に隠れている状態で倒したり、カプセルの出る場所に障害物が重なっていた状態で出すとバウンドスピードが速くなり、前述した2箇所の場合は速くいかないと回収不能になってしまうことも少なくない。一方、都市地帯ではカプセルは出た位置からそのままバウンドしないでスクロールに沿って右に流れていくが、それが障害物に重なると 場合によっては障害物の中に入って回収できなくなってしまうこともある。パワーカプセル及びスペシャルカプセルは敵弾を通さないためわざと取得せずに置き防御に使うこともできる。パワーカプセルの色違いのものが存在し特殊効果がある特定の場所を打つと現れる。ボスを水生生物にしたのは3画面であることを生かしボスを1画面を埋めるような 巨大なものにしたかったためとのこと。これはプレイヤーに好評で、以降のダライアスシリーズでも、ボスの巨体とそれによるインパクトは欠かせないものとなった。また、ボス戦艦登場時には、警告音とともに、ウォーニング、エイヒュージバトルシップ、ボス戦艦の名前が入る、イズアプローチングファースト、警告。巨大戦艦、ボス戦艦名が、高速接近中。というメッチが流れる。 後の様々なゲームで見られる、ボスが登場する前に、ウォーニングという警告を出すという演出を初めて言ったのが、ダライアスで、ギネス世界記録にも登録されている。この演出は、同社のレインボーアイランドや、アッカンベーダー等、本作をセルフパロディしたステージでのボス戦にも使用されている。本作のみ、警告終了後、銀色の球場で撃つと一定回数分裂する。 冬嫌いが、いわば前座として登場する。その間に、モノクロのボスが、ゆっくりと浮上し、完全に色づいたところで、ボス戦の開始という演出がなされていた。またボスを倒すのに時間がかかると、ヤズカタカーミーという立方体系の敵キャラが登場し、さらに時間が経過すると打ち返し弾を打ってきて、永久パターンを防ぐ。また各ボスにはヒレや腕などの、外れパーツがあり。 一定回数打ち込むと破壊できる、一つ三万点。キングフォスルのヒレのように必ずしも壊さなくても、本体を撃破できるもの。デュアルシェアーズのハサミのように外れパーツを破壊しないと、ボス本体を攻撃できないもの。オクトパスとカトルフィッシュのように本体を直接、攻撃できないがパーツを全て破壊することで、通るものがある。他にも、グレートシングが一定間隔で発射する。 ドリルミサイルが1本3万点などのように攻撃物を撃ち落とした際に得点がつく場合もある。スコアアタックにおいてはこれらのパーツを確実に破壊することがスコアを大きく左右することとなる。ボス以外の一般キャラクターは水生生物を機械化したデザインで統一されているわけではない。こうした一部的キャラのデザインもまた後のダラヤスシリーズに引き継がれている。 一人でプレイしてもパワーアップに余裕のあるゲームではないが、二人同時プレイ時でもパワーカプセルが多く出現することはない。そのためプレイヤーの役割分担やパワーアップの仕方を考えてプレイしないと、両者ともろくにパワーアップできないことにもなりかねない。また、シューティングゲームの二人同時プレイでは、時期同士には当たり判定がない、通り抜けるものが多いが、ダライアスの場合、 実機同士がぶつかって先に進めないという特徴があり、相手がレバーをこちら向きに入力、またはニュートラルの場合、自分が相手側にレバーを入力しても双方動かない。これにより1プレイヤーと2プレイヤーが近くで行動すると互いに邪魔をして弾や形を避けられない事態を招きやすい、後に発売されたシリーズ作品では解消されている。 二人同時プレイ時にはエンディングに変化がある。両者生き残り、1プレイヤー脱落、2プレイヤー脱落それぞれで異なったものが用意、されている。なお、最終ゾーンでは、コンティニューや途中参加ができなくなる。15インチモニター筐体版の発売と同時に、オリジナルとでも言うべき、オールドバージョンに変更を加えた、ニューバージョン、別名新バージョンが、エキストラバージョンの前に発売された。 大きな変更こそないものの、以下の部分で、オールドバージョンと異なる。ボスの耐久力、敵キャラやアイテムの配置とショット強度、難易度を調整された、エキストラバージョンが発表された。エキストラバージョンは、全コースの全国トップを達成するなど当時は、ダイアスのハイスコアラーだったゲーム情報誌、ゲーメスと、申請者の石井善治も、助言役として参加している。なお、 変更点は以下の通り、かつては高度な科学力と独自の文化を誇った惑星ダライアスだったが、突如として来襲した異星人ベルサー、ベルサーの攻撃によって、住民の大半は死に絶え、生き残ったごくわずかな人々は地下シェルターに退避していた。しかし、食料その他の資源には限りがあり、このままでは滅亡の日が来るのも時間の問題であった。 そこで、討議の結果、生き延びた人々の中から二人の男女、プロコ、プロコと、ティアット、ティットを選び、小型輸送機を改造した、戦闘機、シルバーホーク、シルバーホークに乗せ、新たな居住地を目指して脱出させることにした。そしてある夜、二機の戦闘機が、地上に向け緊急発進した。しかし、そのよく手には恐るべき罠が待ち受けていた。メンクリア後、 上下に分岐が現れて、どちらへ向かうかの選択ができる、二人同時プレイで、選択が分かれた場合は、1プレイヤー側が優先される。このため1面は、ゾーン A、2面は、ゾーン BC、3面は、ゾーン DE 回、と、種類が増えていき、最終7面まで合わせると、合計28種のステージが存在する。ただし最終面では、ゾーン V とゾーン Z がつずつあるため、 実質的には、アルファベットと同じ26ステージである。最終面のゾーンの並びは、上から、ZVWXYZV の順。アーケード版の原案段階では26ステージ、すべてに別のボスが用意されていた。製品版では、6面以前ではすべて同じボスが登場。例えば5面のゾーン KO のボスはすべて、キーンベイをネットし、攻撃方法も大差はないが、 ゾーンごとに色が異なる。以降のアーケード版の続編にも、数、比率は異なるものの、色違いのボスは見受けられる。原案のボスは、PC エンジン版、スーパーダライアスで登場することとなったが、攻撃方法に関しては、そのほとんどが原案や、発売前バージョンのそれからは変更されている。また、画期表でのついた戦艦は、 続編のダライアス E にボスとして登場している。ゾーンは大きく分けて、宇宙洞窟 AHNPW、都市地帯 BILUI、山岳地帯 CDOQX、バ CD ンアレンベルト、海 GMTV、海底基地 EJKRSZ の5種があり、それぞれ地形 BGM などに違いがある。こうした選択可能なステージ構成から、 初心者は、クリア優先の簡単なルート、上級者は、点数狙いの稼げるルートを選べるなどプレイヤーの戦略に大きな幅が生まれた。この分岐システムは、後のダライアスシリーズ、ナイトストライカーなどにも引き継がれることとなる。ゾーン名、ボスは名は、青柳正幸、猿渡正志編長、デリアスオディッセイ公式設定資料集に準拠。詳細は、 ベルサーを参照。3画面で遊ぶことを前提にすることが非現実的な家庭用ゲーム機、携帯アプリへの移植のために大半の機種作品は1画面作品として画面構成を再調整したリメイク版となっている。ただし2016年に配信を開始した PS4 版と2019年にリリース予定のスイッチ版コズミックコレクション収録については家庭のテレビも HD。 720p 前後以上の解像度を持つことが基本の時代になっていることから画面構成を調整することなくオリジナルの状態をそのまま収録する完全移植となったデフォルト状態では上下に黒帯が入るレターボックス状態となるが大画面サイズのテレビならばオリジナルとおおむね同サイズかそれ以上の画面サイズでプレイできる音楽は 同社サウンドチームズンタタの小川こと小倉常吉が担当している。ダライアスは小倉の代名詞となり、1997年のジーダライアスまでアーケードゲームでの続編の全作全曲を担当する。音楽、効果音ともにステレオ出力である。ダライアスで使用している音源チップはヤマハワイム2203にオキデンキ、MSM5205、これらは ワ i m 2 2 0 3の FM 音源部分は専用のワ i m 3 0 1 4 d a c の出力が1、チャンネルだけのためにもノラルだが、SSG 部分は PSG こと MSX や n e c p c 6 0 0 1等に採用された実績のある GI 社の A-3 から8910互換であり、A-3 から8910のみならず、 ワイム2203も SSG 部分は、マイナス3から8910と同等で3音を独立して出力できるため、仮に基板の配線仕様がそれらを分岐して出力するように構成せず、単純に3音をミキシングして出しているようなハード構成であれば、いわゆるステレオ出力ではないが、ワイム2203は FM 音源部分と SSG 音源部分を別々に出力できる。 使用であり、2つの YM2203 と MSM5205 からバラバラに出力してから追加のアナログ回路でそれぞれを左右独立で音量コントロールすることによってステレオを実現している。また、ステレオ効果のみならず曲中の音量調節にも使われており、発音数を満たす同系統の FM 音源チップであっても再現が難しい、占術した。 ダライアスコズミックコレクションに収録されたでは、実物筐体に搭載された、これらの仕組みを再現するべく各種調査を行った、上で音声を調整している。ゲーム誌ファミコン通信の、クロスレビューでは7.89.7の合計31点、万40点でシルバー電動入りを獲得、月間 PC エンジンでは85.85 85、85.90。 80の平均85点、丸勝チ PC エンジンでは9.99.8の合計35点、万40点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、24.54、万30点点となっている。また、この得点は PC エンジン全ソフトの中で25位、485本中、1993年時点、 となっている。同雑誌1993年10月号特別付録の PC エンジンオールカタログ93では、これこそ究極のダライアスと紹介されている。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計で27点、万40点。丸勝チ PC エンジンでは7.89.7の合計31点、万40点。 PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通り5での評価は以下の通りとなっており22.45点満30点点となっている。また、この得点は PC エンジン全ソフトの中で129位485本中1993年時点となっている。同雑誌1993年10月号特別付録の PC エンジンオールカタログ93では SG でフルにその効果を発揮と紹介されている。シリーズの時系列は以下の通り、時系列が不明な作品および含まれない外伝作品は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。